ロになるために最も必要な才能とは、なんか今のと被っちゃいますけど、まあ被るのもそうですし、あともう一つ挙げるとすると本を読む力、あのよく僕も小説書きたいんですよって言われるんですよ、うん、あの本書いたんだよとか言うと、うん、で趣味で書いてますとか、まあ、今特にねナロ系のウェブで書けるので、はいはいはい、意外にやってる人多くてよく言われるんですけど、うん、で どんな本好きですかっていうとあんまり出てこないんですよね、うん、で書くのが好きなんだけど実は本読むのはそんなに好きじゃなくて、で年間どのくらい本読むんですかっていうと、いや10冊とか20冊、年間年間10冊20冊でそれ1日に読むってことだよね、資料としてはそれが読みますよ、で昔石田イラさんがあの非常に面白いことをおっしゃってて、デビューするために必要な冊数っていうのを言われてて、あの1000冊っていうんですよ、少ねえよな、あそれ 1ジャンルですよ、自分がデビューするジャンルで1000冊で、もうこれ最低限ですよって、ミステリーでデビューしたかったら、まあ本当最低限だよね、1000冊でラノベでデビューしたいんだったらラノベで1000冊っておっしゃるんですけど、僕はまあそこまで言わなくても少なくても1000冊ぐらい本を、でもこれ週に2冊読んだら年間100冊ですから10年ですよね、うん、16歳高校生が読み始めたらもう26歳でデビューできるってことですから、うん、まあ、20代でデビューしたらちょっと作家として早すぎるぐらいですから全然1000冊って少なくないと思うんですけど、うん、っていうふうに先の席で言うとみんなが1000冊って大体言われますけどね、少ねえよな、はい、少ねえよな。でその他にあの一般教養としてこうあの売れてるものとかとりあえず目通すからさ、はい、まず1000冊っていうのは、まあ、最低ラインだよね、はい、で特にそれ言うとそのネット系の方はよく読まれてるんで、でもあれですよ、ウェブに掲載されてるやつは趣味で読んでもいいんですけど、僕も結構読むんですよ、でも趣味で読んでます、それは1冊にカウントしちゃダメですよ、うん、あの本屋さんにあるやつを一冊としてカウントしていただかないと、っていうのは編集者や構成さんの手が入ってないんですよ、あれは作家の書いたものがそのまま上がってるやつは読んでもノーカウントでしないといけないと思いますね、ラノベでも何でもそうだと、まあ、ただで入ってに入れたものはやはりただなので、人間はね、人間投下した資本に対して取り戻そうとする本能があるので、ただで手に入れたものって意外と身につかないのよ、で特にその作家になると分かるんですけど、その編集者さんがどれだけそのいろんなことを提供してくれるか、まあ、作家が書いてるんじゃなくて実は二人三脚書き上がってしまうとね、あとはそこからがもう、はい、それからとりあえず叩き台として出して、そこからこう叩き台って本当に叩かれるからね、こうやってこうやってこうやってこうしてとかっていじくり回されるので、はい、まあ、あの原稿用紙ゲラになると全ページ赤入りますから、あの編集者さんから、そういうと皆さんびっくりされる、これ別に有名な作家さんは皆さんですよね、大体そうかな、僕はあの最近入らなくなったけど、すごい、そんな頑張ります、いや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 、あのこう前もってあの文字の間違いだとか用字用語がなかなか統一できなかったりとかっていうのは、それはまあもう前もってこう用字用語統一基準っていうのをこう、はい、表で一緒にせるので渡しておく、あと矛盾点のチェックは多かったかな、うん、で矛盾点のチェックはそのこうエクセルで年表を作るようにして、はい、それから劇的に直ったんですね、はい、まあ、ぜひあの最低でも1000冊まあやっぱりほら小説で読んで感動した経験がないと自分の小説を読ませて感動させることってできないから、うん、ごくごく単純な論理ですよね、はい。